ちやってみか。行きますよ。行きますよ。おい、フリーザ、おめえ言えよ。準備ナウ。おっす、ほら、チズモン。キング社長、最近ですね、はい、チズモンさんが、やたらと、孫悟空に似ているという話を、皆さんからコメントでいただくので、今日は、孫悟空の声真似で、マクドナルドから新しく発売された、照り焼きバーガーを注文していきたいと思います。おぉ、それ、悟空は、照り焼きバーガー食べたことありますか？そんなもん食ったことねえよ。それじゃあちょうどいいですね。それでは行きますよ。フリーザおめえなんでそんな詳しいんだ。それ声だな。私はマクドナルドのフリーザ様と呼ばれてるくらいですから。それでは行きますよ。僕一応やってみっか。準備ナウ。照り焼け3人用セット。照り焼け、照り焼けなの。照り焼け、照り焼きバーガーには赤から照り焼き、黒胡椒照り焼き、親子照り焼きの3種類があるんですよ、悟空。どれを食べますか？俺は全部買ってみなきゃわかんねえだろうな。照り焼き3人用セット頼むんですか？うわ。1250円ですよ。こんなにいっぱい来ちゃいますよ。やばい、食べれない。フリーザおめえなら食えるだろ。頼みますか。はい。やばい、似てなすぎてシュートルマン。クーポン番号505番。やばい、もう注文じゃんと。一応やってみっか。行きますよ。行きますよ。あ、行きます。うちゆずだな。なんて言えばいいの。え、もう頼むしかないよね。はい。あ、じゃあ、フリーザ言って。おい、フリーザ、おめえ言えよ。照り焼け3人用セットのクーポン。505番でお願いします。はい、以上です。はい。何？私はコーラで。コーラが一つと、ファンタメロンが一つ。あ、もう一つコーラ一つでお願いします。はい。素になってますね。以上です。はい。マスタードでお願いします。はい。はい。注文できたぞ。僕の声で注文、どうやって注文していいかわかんねえんだ。だから普通の声になっちまった。なってしまったじゃねえか。ちょっと受けてたぞ。どうやって注文していいのか。ちょっと受けてたぞ。ちょっと受けてたね。ちょっと受けてたぞ。手の趣味だな。ケチャップはいただけますか。ケチャップ2つ。悟空の声じゃないぞ。お願いします。薄になってるぞ。やばい。はい。どうやって声喋っていいかわかんねえんだ。薄になってます。はい。はい。ほら、こういうの注文したことねえからさ、どうやって注文していいかわかんねえんだ。私に話すときは地声じゃないんですね。まだよ、悟空の声極めてねえからさ。そこがいいんじゃないですか。フリーザおめえ、マクドナルド利用したことあるって言ってなら、おめえが注文すればいいだろ。窓を閉めてますね。ああ、恥ずかしいんだな。俺こんなに食えねえぞ。マクドナルドのお兄さんがちょっとクスッと笑ってくださってましたよ。ありがとうございます。サンキュー。ありがとう。そう、笑ってた。サンキュー。笑ってたんだけど、店員さん2人でちゃんと挨拶してくれた、あのお兄さんと。サンキュー。移動しますか。はい。行きますよ。違ってみっか。
にバレてましたね。優しい。優しいお兄さんとお姉さんでよかった。ちょっと、ちょっと。すげえ笑ってたよね、今。顔見れなかったはずから。サンキューって言って。って言った。ほら、こんな食えねえよ。準備 now。買ってきたので、レビューしてみましょうか。いっちゃってみっか。レビューしていく。僕は何を食べますか。ほら、カレーのが食いてえな。じゃあこの赤から照り焼き、辛い赤から照り焼きを食べたらいいんじゃない。おー、サンキュー。私はこの黒胡椒照り焼きを食べてみたいと思います。おめえに似合ってんな、敵役だしさ。フリーズはおめえみてえな色してんじゃん。これは半分こします。はい。おー、おー、おー、はい、オープン。オープン。3人用買ってきたんで、こんなにポテトが入ってますよ。ポテト3人。俺こんなの食えねえよ。こぼれる、こぼれる、こぼれる。あ、こぼれない。こぼれないでいいかい。悟空はこれですか。ほら、あのメロンソーダやがいいな。グダグダですね。グダグダすぎてビビりますね。私の戦闘力は53万です。ですが今日のこのグダグダにはビビってますよ。おぉ、フリーザよ、お前そんな説明いらねえから早く食わせろ。腹減ったわ。食べますか。私はコーラです。おぉ、オラはメロンソーダだ。オープン。おぉーくん。こうなってるんですね。おぉ、赤から照り焼きはいろいろ入ってますね。おぉ、おぉ、黒胡椒照り焼きはいろいろ入ってますね。で、ベーコン、スモークベーコンが入ってるんですね。ニンニク胡椒、いただきます。いただき。うん。美味しいですね。これうめえ。なんだこりゃ。うめえこれ。うん、美味しい。うん。これうま。うん。ほらこれうめえわ。朝から照り焼きはおいくらですか。これを単品だとよ、390円だな。買え。黒胡椒照り焼きはおいくらですか。これも同じよ。今日は大食い企画ですね、うん、次レビューしますか。お、次行ってみっか。おい、もうちょっと食いてんだよ。次があるんですよ。おまだこれが控えてるんですよ。おしかもここにポテトが3人前もあるんですよ。おわ、頑張ってくれよ。これ L サイズ、 M サイズが3人前もある。おー、おー、おー、わ、おー、おー、これすげー。あなたが食べてください。わかった。じゃあオラは食うわ。いただき。私はポテトでも。お前が食べろ。いいだよ、もうポテトでも食ってろ。オラハンバーガーが食いてよ。じゃあいただき。うん、オラに元気を分けてくれ。センズとどっちが美味しいですか。センズより何百倍もうめえわ。俺正直センズあんま好きじゃねえんだ。親子照り焼きですね。これはよ、優勝だわ。親子照り焼きはおいくら。これもよ、同じ390円だ。あ、惜しかった。今回はマクドナルドから発売された3種類の照り焼きバーガーを紹介しました。どうでしたか。これすげえな。全部うまかったぞ。美味しかったですか。この動画がいいと思ってくれた人はグッドボタン、チャンネル登録お願いね。ほら、の真似があんま似てねえなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくな。よろしくな。叩かれそうで怖いね。すみません、やるねだね。最後まで動画を見てくれてありがとう。また次の動画で会おうぜ。キング社長のフリーザーは似てなかったぜ。おっす、ほら地図も。チャオチャオ。いいよ、オーケン。完成度が低いぞ。終わり。サンキュー。おい、フリーザーよ、これ投げとん
ついてきたぞ。すごいね。大名、大名族だな。